進撃の巨人ブレイブオーダー、進撃の巨人ブレイブオーダー、アタックオンタイタン、ストーリーモード攻略編第44話、地下室。あの壁の中で希望の灯火を絶やしてはならないんだよ。それはアルミンにだってできる。確かにアルミンは逸材だ。だがまだエルミンの経験と統率力が。でも、分かっているだろう。誰にだっていつかは別れる日が来るって。兵長。海って知ってますか。いくら見渡しても中線の果てまで続く巨大な湖だって。アルミンが。おい、もうやめろよ。この壁の向こうにある海を。全員ここから離れろ。ここで確実にベルトルトをエルミンに食わせる。さあ行こう、ミカさん。クソクソ。アルミン、まただ。海を見に行こうよ。見てろよ、絶対あるんだから。お前の夢ってのが叶ったらその後はどうする。わからない。叶えてみないことにはな。俺はこのまま地下室に行きたい。まったく、どいつもこいつもガキみてえにわめき散らしやがって。みんな何かに酔っ払ってねえとやってられなかったんだな。みんな何かの奴隷だった。それだけじゃないよ。海だ。エルヴィン。先生、カタロスと人類がいないと。どうやって調べたんですか。夢を諦めて死んでくれ。神兵たちを地獄に導け。何かに酔っ払ってねえとやってられなかったんだな。獣の巨人は俺が仕留める。
リヴァイ、ありがとう。許してやってくれないか。こいつは悪魔になるしかなかった。とにかくエルヴィンが注射を託したのはリヴァイであり、そのリヴァイは君を選んだ。もう何も言うまい。君にはエルヴィンの命と巨人の力が託された。誰に何と言われようと、君はもうそういう存在なんだ、アルミ。僕がエルヴィン団長の代わりをですか。薬もあるし、子供には危ないんだよ。君の意志が鍵だ。この絶望から人類を救い出す鍵なんだ。彼の成果があるシガンシナクの地下室には、彼も知らない巨人の謎があるとされている。その地下室にたどり着きさえすれば、我々はこの100年にわたる巨人の支配から脱却できる手がかりをつかめるだろう。おい、家はどこだ。あ、はい。
この家かい？幸い火はこっちには来てなかったようだね。ここです。この下に地下室への階段が。よし。よかった。水は溜まってないみたいだ。行こう。はい。ありがとう、ミカサ。今夜は徹夜だ。あの幼き日、私はこの世の真実と向かい合った。行けよ、ダブネズミ。なんだ、悪魔の血か。エルディア人め、こんなところをうろちょろと。兄さん。大丈夫だよ、もう慣れっこだろ。ほら、あの土手の向こうだ。で、市内に入ったんだな。どうなるか分かっているな。はい。労働か制裁か。制裁を。兄さん。おお、親に迷惑はかけたくないか。はい。いいか、グリシャ、我々が直接だしです。同胞。あなたの妹はマーレ当局の男に殺された。我々にはマーレ政府の内通者がいます。詳しい話をお聞かせ。戦時、大陸内の力の均衡を保つという役目を放棄し、辺境の島に都を移したのです。私たちのこの惨めな日々は、王が争いから目を背けたことから始まったのです。戦おう。我々エルディアの民のために大陸に踏みとどまった真の王家に。今、親父の記憶とつながった。あの巨人、お前だったんだな。全速で移動。兵士を怒れ。これでどうだ。俺が片付ける。くれてやる。僕に任せて。負けるもんか。先陣をお願いします。兵士を叫べ。お前の判断を信じよう。
聞いて、グズ野郎。兵士を戦え！僕の力だけで倒してみせる。私についてこい。総員突撃！人類の勝利、一歩近づいた。巨人との対峙はいつだって情報不足だ。せいぜい悔いのない選択をするんだな。